診断診断とは診察などを行い健康状態や病状を判断すること。言葉としては生物以外にも用いられている。診断は診察や検査を行い、そこで得られた諸情報を用いて医師などの専門家が患者の健康状態や病気の状態を判断することである。診断の途中には推論をする段階がある。よって誤診が生じうる。診断は 患者が診察室のドアの中に入り始めた段階からすでに始まっているともされ、医学部などではそうした教育、トレーニングが行われていることも多い。医師は患者が診察室に入ってくる段階から、目の前の椅子に着席するまでの間の患者の様子、四肢の動き、椅子への座り方、表情等々が正常なのか異常があるのか等々を、さりげなく観察する。患者から、 身体症状に関する訴えを聞きつつ患者の体の状態を細かく注意深く観察する。近代医療の最もありふれた検査は血圧測定、脈拍数の確認、聴診器で心音を聞くである。また舌圧死で舌を抑えつつ喉の奥を確認するということもしばしば行う。医師は仮の推論をし必要と判断すれば仮説の絞り込みや 特定の仮説の妥当性を検証するために、改めて診察や、追加の検査を行う。この段階で行われる検査は、例えば血液検査、検尿、検便、心電図、エコー、唾液検査、呼気検査、室外検反射の打診などである。また、レントゲン検査や、現代の先進国では、CTMRI 検査などが行われることもある。 ありきたりの症状であれば簡単に最終的な判断を得られることもある。医師は医学教育を受けた時点ですでにありきたりな症状ならば、症状から病名候補を想起できるよう教育を受けており、即座にそれを候補として挙げ検証を行う。また症状から疾病の候補を検索するためのデータベース的な文献も出版されており、医師はしばしば診察室のデスクの棚に、 それを備えており、比較的珍しい症状ではそれを助けとする場合もある。だが、珍しい症状や通常では起こりにくい症状の組み合わせなどを見つけた場合は複雑な推論をしなければならない場合がある。診断は場合によっては断片的な情報から隠された原因や過去の原因を推察、推定する作業になる。したがって、 診断は一直線に進まない場合があり、仮説が間違っていたと判断して放棄せざるを得なくなる場合もあり、新たに別の仮説を検証するために患者に対して特殊な質問を投げかけて、その返答内容を吟味したり、あるいは新たな検査を追加するなどして仮説を検証するなどといった作業が何度も複雑な過程で繰り返されることがある。診断には推論が入り、 推論は誤ることがあるので診断は誤る場合がある。診断を誤ることは誤診と呼ばれる。医師が行っている診断のうち約10から30%ほどが誤診だと各種調査によって明らかになっている。また、症状群が特定の疾患に一位に結びつかない、あるいは類似の症状群があるものの症例が少ないために 単一の疾患として特定するだけの知見が集まらず、疾患概念が存在しないという理由で診断がつけられないという場合もある。加えて、現代科学でも、なお心身に関する多くの異常は客観的に不価値であるため、自覚的な異常に対応した診断が困難なことも多い。そもそも多くの心身の異常は、正常、異常の境目がなく、 グラデーション上に移行して存在しているため、診断とは異常の有無を見つけ出すというより、医師の責任において病名を確定させ治療を開始するために、グレーゾーンに線を引いて異常と判定することを決断するという側面も大きい。多くの疾患に存在する診断基準はそのようにして作られているため、医学の進歩による予後や治療可能性、あるいは 医療経済や政策など社会的な影響を受けて時折変化する。従って診断基準に沿って診断されたものは必ずしも客観的で絶対的、固定的な正常あるいは異常の指標というわけではない。古来、医師は五感を駆使し自覚、多角的に病気であるとみなされる人とそうでない人の間にはどのような違いがあるか。その違いは 同じ症状を呈する人の間で共通のものかという判断を無意識のうちに行いその病気に名前を付けて治療法を探索してきたしかしそれらはほとんど先達者の苦伝と自分の経験に多くを頼らざるを得なかった近代に入りヨーロッパでは学術雑誌が医学の世界にも広まり多くの医師が経験を共有できることになったまた他方では 19世紀末から20世紀にかけて、X 線写真や顕微鏡をはじめとする技術革新によって病気の患者とそうでない人の違いを発見する手段が飛躍的に広がった。こうして医学は自然科学の仲間入りをしたと言える。しかしその弊害として各種検査値の正常、異常にとらわれ、ひいては患者のクオリティオブライフよりも検査値の 正常化を優先して治療しているのではないかという批判が投げかけられるようになった。これに対する反省として、現在では問題思考型臨床診断が各大学、教育病院で広められつつある。これは1968年に米国のイシュイードによって提唱されたもので、まず何よりも患者の訴えを最も重要な情報として扱う。 S, S と O は医療者の主観を交えずに書かなければならない。この方法の長所は診療力を書くことを通して患者の問題を洗い出すことができる。何が一番の問題かがわかり優先すべき治療がわかる。他の医療者とも情報、判断を共有しやすいという点にある。これまではある疾患に対して唯一最良の医療的介入手段が存在すると 有意識が医療者の間にはあり、したがって治療手段決定まで含めた判断プロセスを診断とする暗黙の了解があった。そこでは、シャーロック・ホームズの推理法が成立する。しかし、根拠に基づく医療が示すのも、あくまで確率論的な数字でしかない。診断がつかないうちに治療を始めなければならない、緊急事態も存在する。さらにそのような切迫した状況で、 延命治療を希望するか拒否するかという患者の価値観も重視しなければならなくなってきている。こうした不確定要素が多々ある中で価値判断の方法論を確立すべくハニックとグラス銃が提唱しているのがプロアクティブモデルである。ここでは医療資源の問題から患者の価値観まであらゆる要素を考慮に入れ確率論で数値化、自動化できる計算はコンピュータに任せ、 最終的な価値判断を行う。機械あるいはある種の経営について、異常の有無を判断し、異常があればその種類を同定し、何らかの介入が必要かどうかを判断する作業を、診断という。組み込みシステムなどのコンピューターを備えた機械は、自己診断機能を持ったものが多いが、最終的な判断を行うのが人間である点は、医学と同様である。また日本の医療では、 医療側が診察という名目の代金を健康保険組合などに請求するのに必要な必要条件となっているので医師は診察室で患者が目の前の椅子に座ると何はともあれ血圧測定、脈拍数確認、心音確認を行うという側面もある。ありがとうございます。